頑張って。原さんすごい爆地飛ばすな、すごいな。殺しに行ったり加担される前提ですね。あれわか、あれスピードで移動しとんねあいつって。え、クルーメイト、これがラストかな今日は。慎太郎スナッパイ、ナイスナイスナイス。いつなんか悪いことした、目元隠されてるけど、まあ無視したことやろな今。ああまあ無理やったか、まあいいや。ナイスーナイスー、はい、アドミン見た？見てないです。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 誰だ見ましたの人。なんで？ってこと？確認しに行くからね。どう？まあ確かにあのあたり人めっちゃいたからな。あ、コックピットにってこと？はい。コックピットっていうかなんかコミュ前。しないんかい？いや減ってたらもうただじゃおかないよ。あ、そう。確認お願いします。まあもうしょうがないなこれは。ナイス。アドミン3秒残ってたわ。3秒使いました。それを使った。3秒残ってるってことしてる。ちょっとネイリン3秒確認したんだな。でしょうね。それはしょうがないですよね。ずるいな。結果壊してるもん。そう。でも開けてみないと分かんないから。うん。うん一瞬でいいでしょ、あげるじっくり使わない。僕が仮にマットだったら使われてたって言った方が強くないですか、うん、そうね。でも使われてて、でも周りにご主人様がいた場合はむしろさあスキップと。それにしても使い切ることじゃないやん。ソーリーさあ、おーナイス貨物置き。ペイさんやったね。よし。そしてこれから配線タスクでダッシュ。最近なんかうまくツッコミの言葉が出てこへんねんな。これ完全に年やと思うねんな俺。おじいちゃんです。いつ？ほんまに最近言葉が出へん。詰まる、あれみたいな。あ、おにぎ。ほら、うん、いやあ、竹雄さんをキッチンの木で発見でね、切ってる姿が見えたんだけど、で今その人はキッチンの弁当の中に入っていったんだけど、ギリギリ見えませんでした名前が。まあそこにいます犯人は。はい。であればエンジンで。ハイブリさんとゲンさんを弾けます。多分伊豆さんも無理かな。伊豆パンシロ。昨夜伊豆パンくん無理だと思う。藤宮くんもしろ。昨夜伊豆パンくん藤宮。おお。うん。3秒以内で見合ってる人は全員無理と思ってもらっていい。僕を信じてくれるなら。ハイブリ3秒以内に見合ってはないけど、メイン今左、それこそ弁当の出口にいます。うん、うん。ハイブリさん貨物脇です。うん。あ、シロ出ない人はプテトスブリ？ね、昨夜さんにしろ僕打てちゃうね。最後昨夜さんだよね。はい。だいぶシャワーエンジン、ん？シャワー面あたりすれ違って、僕はアーカイブ付近でゆずパン富士を見て、リフト使って今左なんで。うん、だそうだね、一番右が僕になってる。ああ、言われちゃった。リフト右にあった。あ、私が通った時にはリフト右にありました。で、乗ったの、昨夜さんが。はい、そうです。はい。宿舎の下と右開けて、リフトが私通った時には、右に置いてあって金庫閉まってたみたいな感じです。ミーティングで置いてます。まあプテトスブリ以外はもう白でいいんですよね。とりあえず慎太郎のセリフを除いて、
聞いた感じ。うん、うんうん、ただこれに関してはそのさっきスナッパイさんが言ってたように貨物脇で右から移動していて、どう頑張っても多分キッチンキルは弁当でも無理かな。うんうん、うん、そんな移動は無理やと思う、うんうん、おお、あ、そうなんだ。サクヤさんが一番入りやすそうでもある、うん、まあ僕そうだね、サクヤさんとすれ違ってるけど、まあ僕じゃないので、まあ結構ね、慎太郎のセルフもあるかなと僕は思ってます。まあせやね、うん、伊豆さん視点で、はい、いや難しくない、俺伊豆さんとアーカイブラウンジですれ違ったから、そっからダッシュで、あれすれ違いましたっけ、うん、あ、ラウンジの対戦タスクに、アーカイブラウンジ、そうやそうや、そこや、あ、じゃあ結構厳しいと思ってもらえたら、わりかし一応タスクは暗室だけやってる、優先度は一番低いでいいと思います。アイブリさん言っときます、現シェリフです。プテさんから釣りましょう。え、これ釣るんですか。いや、スキップしましょう、うん、え、マジ、ここでこんなギリギリで言う、誰にやります、うん、え、いいんじゃない、いや、シェリフは信じてるけど、僕が誰と対抗すればいいのか分かんないんだけど、あと俺シェリフ対抗だからスキップしました、ゲンさんね、あ、じゃあ不次元切り合いでいいんじゃない、うん、不次元切り合いで、不次元切り合いで、出ない方がいいな。ほい、あれ切り合いは、まあいなかったんで、ゲンさん来なかった、ね、あ、いなかった、ハゲが偽物です、はい、そう、僕セキュリティにいましたよ、カメラ壊しに爆速ダッシュでカメラ壊しに行ってほしい、いや、エンジン見た方がいいかなと思う切り合いって言われたから、あんなに元気よく切り合い入って言ったのにじゃあプテ君白っぽいよね、これ一旦プテ4票を聞いていいか、私入れた、私は入れた、俺も入れたけど最後間に合ったかどうか微妙、サントス慎太郎、まあ、ハイブリ微妙の、まあゲンさんは発言から入れそうだけど、うん、サクシン9票じゃなかった、9票だった、9票だった、9票だった、4票入ってる、僕はスキップ入れてる、じゃあ僕が間に合ってない1票です、はいはいはい、私は間に合ってるし入れた、サントス慎太郎、サクヤゲン、ね、正直僕がセルフを追ったのは、まあ、結構いいボタンが入ってたと思うんで、うん、まあインポスターはキルペ上げてセルフでもして白くならないといかないと無理だと思ったし、まあ誰か、まあなんだろう、まあそうね、どれぐらいかな、要素は普通にセルフするだけにするかな、一応僕は犯人が今キッチンの弁当にいるとまで言ってるんで、うん、まあ、まあ自分は結構その手法で白くなり取りに行くから、まあ、あんま分かんない、それはまあプレイヤーの、うん、え、とりあえず原産釣りでよね、今日原産釣りでいいと思いますよ、ただ筆白置きはしなくていいと思う、うん、え、でもマットだったらさすがに、いや10人番名はね、博打前提な気するけどしかもゲンさんって議論終盤カミングアウトでもう差し込んで殺しに行ったからさ、まあ、なんか早めのシリフシードだったら対抗出てプターさん白くなるのは分かるんだけど、まあ、うん、あ、まあどう分かんねえ、まあどっちもあるっていう、うん、ギリギリって言っても言うてスキップにできてるからギリギリというギリギリでもなかったということよ、うん、プテさん映ってください、かぼそ悲しいバイタルは壊しておきました、うん、さあどうだ、おっ、プテー、はい、おい、わお、オクタスクから戻って発見なんでルノぐらいです、僕は無でレポート、エンジン？ええ、ミーティングです。ミーティング？何？担当さんどこですか？私ミーティングのはしご上です。あ、え、誰か見た？降りてった人は？いや、見てない。一応浮いてます。僕エンジンメインエレキセキュって言ったんですけど、一応エンジンメイン間あたりでハイウリさんとはすれ違ってるから、まあ、左の方にはいそうやなっていう感覚。
スナ、サクワ。まあ、慎太郎さん、慎太郎さん、慎太郎慎なら3と3かね。キッチンでスナパイさんともう一人いましたっけ、誰か。プテかな。確認して僕、展望デッキ、キッチン、武器っ子、今、通信、エンジンの間です。ん？どっちの下だっけ、ごめん。どっちだった今。ハイブリさん。白。ハイブリさんか。うん。手では直せない。まあ、結局トスプテになるか、トスプテじゃない場合って、奇跡的にミーティングで挟まってることになるから。ね、そうだね。サントスさんの位置死んで、サントスさんクルーを追うんだったら T ぐらいにいないといけない。インポスターが。はい。いや、T じゃなくてもいいよ。だって、だって私、はしご登った直後だから別にスペースはあるけど、まあでもミーティングに。テスさんとインポスターがここにいる想定なん、それ。いや、切って、引き返してる。サントスさんが筆頭だと思ってるよ。うんうん、サントスさんサイクロで、まあ、ミーティングで切ってる。うん、まあ、サントスさんをクルーを奪いは T ぐらいにしかいけない。だって僕が無にいるからね、今。しかも結構直近だしね。7秒以内ぐらいで。俺の話もした方がいい、これ。うん。うん。キッチンで酒屋さんと会トップ手さんと会って、酒屋さんが展望入っていくのを見送って武器庫の下やった後、メインまで走って、除染室です。いや。まあ、僕は初手で慎太郎死ぬんだったらサントスさんしかないから、サントスさんと戦うでいいかな僕してて。まあ要素少ないからゲンさんがプテ殴ったっていう理由で素直にサントスさんかな現状だと。まあその場合は藤宮に頑張ってもらうしかないわ。うん、どういう配置したらいい。ボタンある人はボタン。はいはい、頑張れ。じゃあ僕右行きます。お願い、お願い、頑張って。原さんすごい爆地通すな、すごいな殺しに行ったる。破綻される前提ですね。あれ分かってたんですよね、もうご主人分かってました。で、ほっとくと多分プタヤさんの HP 残り少なそうだったので、私がシリフで破綻すればって思って。これは藤宮金に行きそうだな、はしご登んなかったってことは。お、グレイドすごい、エンさんすごいわ、これはすごいわ、刺さるねあれは。今がちょっと殴っちゃって、なんかあのまま放っとくとプテさん死んじゃうだろうなと思ったから、もういよいよ私が殴って。いやこれは見事だわ、激刺さりだわ。あんまりうまくいったケースを見たことなかったから、すごい。あ、ちゃんと色見えてたんですね、プテさん。あ、分かってました。はい、でいやこれお見事だわ、やった対抗シェリフ振られてた可能性あったしな、4号でやったんだね、うん、です。インポスターの俺がゲンさん新シェリやと思ったもん。すげえ、確かにね、やったぜ。はい、じゃあお時間ということで、本日もトゲムラありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。